がった方がいいのか、いや堀屋集落の方に入ってくかダメか、どう行ったらいいんだろうな、全然わかんねえ。今日はねもう調べながら行きますから、いつもみたいにね歩いてやつくさってやってもいいんだけど、まあまあ距離がありますね。あー一応ショートカットは全然何も見えねえじゃん。ああ見える、どこで見える、よし、まあ、一応ショートカットできなくもなさそうなんで行くか、ショートカットすっか、距離あるかな、ただの住宅街っぽいけどな、いやもうねちょっとでも直線距離をね短くしたらお上げ方で、こっちの方はこんな浅瀬市街地さんがあるんだ、こっちが一応上野の集落なんだ、へえ。何上の田中坂の橋があって新上野、へえ。一応ここでショートカットできるみたいな、ショートカットしちゃおう、よし、あ、そっちはそっちででかい水鳥がいるわ、白鷺いますね、うん、そこで一つ席があるからそこで止まってますね、お、快速見えが走ってるよ、はいはい、あーいいね、こっちでいいのか、なんか一応まっすぐできるみたいなんでね、よいしょ、住宅街っぽいっていうのな、まあ歩いて何かがあるようなところではなさそうな感じやから、静宮と分からん、こっち一応最短ルートはここを突っ切った方が最短ルートらしい、こっちからも行けるみたいですけどね、これ本当に最短ルートかな、直線距離は短いらしいんやけど、なんか坂道っぽくね、山くねくね行くんじゃねこれ、ろくでもないような予感しかしねえなこれ、これもうこっちから行った方がいいか、あっちだとぐるっと回らんといかんけど、回った方のが多分この山こまだ越えなくていいから、こっちから行った方が良さそうやな、こっちから行こうか、そうしよう、バスも一応走ってんだ、バス停あるわ、そこにあるわ、あもうね記憶なんてものは全くないですからね、バスあったら乗るよ、いくらだって乗るよバス、トヨタ上野の方に行ってやってるのに、千里駅の方に行くんだ、ダメか、千里駅だとダメか、右回りはどっちにしろ日曜日走ってねえじゃん、ダメじゃん元も子もなかった日曜日運休だ、そっかすごいな、月土水週週3なんだ、月曜日と水曜日と土曜日しか走らねえの、だね、月土のみ運行、水曜のみ運行、はい、それで水曜日は週1団地内を走るバスがある、これは少なくとも通勤に使える代物じゃねえな、どうなんだろう、それはどうなんだろう、まあ、買い出し需要対応で多分火曜日とかは別のところにそのバスが運用に入るんでしょうね、だからこっちの方にはその時間帯しか曜日しか入れないとかそういうような感じなんだろうけど、いやー使い勝手悪すぎるだろさすがに、どうなんだどうなんだろう、下水道ってね
まあ結局毎回になりますからね、この辺りだと。スイスイと抜けてきましたけど、意外とかすかに聞こえるね、まだサーキットの音。この辺りでもまだ聞こえるんだな。へえ。じゃあそこに東京ファーニチャーですね、家具屋さん、あの前大小屋だったとこですよね、でそこに健太があって、だから23号線の通りがあっちの方にあるといったところらへん。でこっちの方のがいわゆる裏というか、まあ、裏抜け道として使うのはそんなに微妙なところら辺ですけど、この辺りは別にドピーク時間帯以外はそんなに積む場所でもないですからね、こっち側は。でちょうどこの環境講師かな、なんかのところの、敷地の両またいでこっち側にまた道がある感じなんだ。いやこっちがスクールゾーンになってんだね。そこ小学校かな。ああ。なるほどな。あったかいからね。でこっからまっすぐ行ったら一応それぞれの方にはこっちの方が近いのかな。なるほどね。あそうも飛ぶ。ここは幼稚園っぽいな。幼稚園と小学校が隣接なんですね。子供園になってる。通識区川上子供園。これですね。もうないぐらい保育園、保育所、幼稚園、小学校。もう、いろいろ詰め込んでありますね。だけど実際詰め込まれてるのが、ここ小学校で、でもこれは小学校の施設だよね。ここだけ別なのかな。そこはまた別ですけどね。なるほどな。あ、こっちも結局登ってなんかい。ああ。暑い。しまった、上着いらんかったな。暑いや。ああ、ちっち。で、結構登れやん。しまったな。全然、いいルートではなかったな、これ。ああ。この辺り桜かな。目ついてるもんな。ソメイヨシノっぽいな。へえ。あ、椿の香りがする。あ、やべ。花粉の香りがするぜ。やべ、ここめちゃくちゃ花粉いるぜ。見える。でも杉花粉はないかな。竹だもんね。竹やぶだもんな。柿つばたの香りがするのかな、これ。多分ね。で、上の神社。神社こっちなんだ。へえ。よいしょ。ちょうど間。間というよりは伊勢上のよりか。まあ。上野の集落ってどこになるの？それと上野のあっちの方だよね、もともとは。こっちの方が後だよな。
うん、東京の上野とはだいぶどちらにしろ大違いではございますからね。よいしょ。あ、神社あんだ。よいしょ。八幡稲荷なんだ。こんな感じなんですね。結構立派な神社。なるほどね。あ、ちょっと涼しい。上に登ると風が出てきて、今日完全に服装失敗しましたからね。山田さんだったらもう半袖で十分 OK のぐらいの暖かさなんで、こっちはこっちで円光寺、愛媛かな、ゆかりの寺。紅葉なんだ。ここに先になるみたいですね。これでちょっと、もうこれは懐かしの旧川上町の町章ですね。こうだ、こうで川上町の町章ですね。あったね、こんなマークね。こういったところにはね、意外と残ってますからね。市町村合併する前ですね。平成の大合併で川上町は岸から岸に合併したんだっけな。ですもんね。言うてでももう20年か30年経つのか。早いね。あの時にキュートマスとかめっちゃでかなったなってイメージでしたもんね。面積は人口はね、かろうじてかろうじてってほどでもないのか、四日市の方の方が全然多いんですけど、南大四日市は合併全然できなかったですからね。本当は川越町とか佐久町とか小物もあったんだったっけな。ですけどね、全くまとまらず靴だけ入ってきたって感じでしたもんね。